京都丹後から地域の旗振り役に株式会社ローカルフラッグの浜田裕太と申します私は京都府与謝野町というところで生まれ育ち大学在学中に地元で起業しました現在27歳です私たちは京都の丹後というところからやってきました日本三景の天の橋立があったり稲の舟屋がありそして300年続く丹後ちりめんという産業が盛んな町ですそして こんな広大な農地が広がる自然豊かなそんな町で生まれ育ち事業に取り組んでいます私は学生時代本当に冴えない学生でした偏差値38を叩き出しどこの学校にも行けへんぞとそんな言われたこともありましたただ高校生の時に地域に出て友達と漫才をしたりイベントの手伝いをしましたその時に地域の人がお前みたいな若者が頑張るからこれからだ地域は盛り上がるんだそう期待の声をかけてくれました これが自分の変わるきっかけでした。そして奇跡的に大学生になり、どんどん地域が衰退していく。そんなことを学び、知り、自分の街がなくなっていく。どうしようかと考えるようになりました。生まれ育った好きな街がなくなるのに、このままこう傍観者でいていいのか、なんか地域のためにできないか、そう思って行動し始めました。最初は政治家の事務所でインターンをしたり、全国各地の街づくりを視察してまいりました。そこで感じたのは、 地域を変えるには政治や行政だけじゃ難しい民間企業がリスクを取ってチャレンジするこれこそが地域を変えるんだそう思って大学4年生の時にローカルフラッグという会社を創業しました創業時はいろんな苦労もありました大学生は事業じゃなくて授業に行けこれは議会で言われた議員から言われた一言でした実績のない私たちですけどその後いろんな活動ができて行政や金融間と一緒に移住や 研修のプロデュース事業をやってましたただ地域コーディネーターだけじゃ雇用も埋めないそして地域も投資できないそんなもどかしさを感じていましたそこで目を向けたのが2015年から与謝野町でやってるビールの原料であるホップ栽培でした当時の与謝野町はホップの栽培をやってるがビールもビール工場もなかったんですこんな収穫イベントをやったりもしてましたがまだビールはなかったそこでまずクラウドファンディングで委託醸造し ビビーールル作りににに挑戦しし始めままたそのの後好評につき今の缶ビールになってますフルーティーで飲みつかれないそして良さのホップを使っているみずみしさやストーリー性そういったことが受け現在500店舗以上の店舗でお取り扱いをいただいていますそして年間15万本出荷してますナチュラルローソンで売ってますのでぜひ東京に戻っても買っていただければと思いますそして 京都のバスケットボールチームのオフィシャルビールにも去年からなり、試合会場でたくさん販売していただいてます。そんな取り組みの中で、私たちは新しい挑戦をスタートしました。それは、何もない与謝野駅前の土地を200坪買いました。本当に何もない駅前です。そこにや約1億円かけて、与謝野駅前にビール醸造所を立ち上げたんです。ここで自分たちでビールを作り、これまで15種類のビールを製造してきました。 そして週末はここを使ってブリューパブの営業をしております自分たちで作ったよさのホップを使ったビールを直接楽しんでいただきたいそんな飲食店営業もやってますこれを作ったことによってわざわざ遊びを飲んでくださったお客さんが東京や大阪からそして海外からもですね、私たちのブリュワリーにお客さんが来てくれるそんな流れに変わってきていますただこのよさの駅前本当に何もないです 空き家空き地まみれなんですこのよさの駅前をなんとか盛り上げていきたいそんな思いで今活動してますそしたら7年ぶりに休業した旅館が復活しましたそして平日の昼間には和風の家のカフェがオープンしましたそして近所の皆さんと空き地と鉄道線路を使ってイベントを開催し何もないよさの駅前に600名のお客さんが週末来てくれるそんなイベントをやってます そして、与謝野駅前で地域局地協力隊が入ってきたり、新しくパン屋をやろうっていう、米粉のパンを使おうとしている人、そして、えー、新しくお菓子屋をやろうとしている人、そういった新しいプレイヤーが与謝野駅前に今、現れつつあります。そんな流れもあって、実は来年、与謝野駅は100周年なんです。そのタイミングに合わせて、駅自体、もしかしたらリニューアルするかもしれない。そんな計画を行政が今、作ってくれてます。 何もなかった与さの駅前にリスクを取ってチャレンジをすることで本当にエリアの空気が変わりつつ、そして景色が変わりかけているんです。単語地域は与さの駅前だけでなく、まだまだポテンシャルのあり、そして課題がたくさんあり、使われてない場所、施設がたくさんある、そんな場所になっています。そこでさらにスピード感を持ってエリア自体を開発するために、パートナーと共とに新しい会社を作りました。天のノハでお土産屋を事業承継したり、 え、旧料亭で一等貸しをやったり、そして充電建築での空き家の、空き家を使ったホテルの再生、そして新設のホテルの運営委託、そういったことを今進めようとします。ここに書いてる事業プランの半分ぐらいは来年の春にはスタートする、そんな勢いで今進めています。そして今月の末には、天の橋立ての一等地で、お土産を事業承継し、リニューアルしてオープンすることになりました。 これはこれまで地域で活動してきた信頼と実績があって声をかけてくださったそして新しく一緒に進めていくそういった仲間が集まったからできたそんな事業になっています私たちの挑戦はまだまだこれからだと思っておりますただ何もない若者がリスクを取って地域にコミットし事業をやっていくそういったことで地域は少しでも変わっていくそういった思いを持ってやっていきたいなと思ってますそして 私たちでもできるんだったら、多くの地域でみんなできるんじゃないか、そんな地域の旗振り役として、多くの地域のチャレンジするすべての人にチャレンジを与えられる、そんな活動を京都丹後からやっていきたいと思っておりますので、ぜひとも応援いただけたらというふうに思っております。以上でプレゼントをししてりりまます。ありがとうございました。